優勝賞金100万円、総勢30名以上の船剣士による長期決戦船剣バトル、決勝への切符を争う予選ラウンドが今始まる。あなたはその歴史の証人となるでしょう。回収率ナンバーワンは誰だ。ボートレースコロシアム開幕。一般戦平日の昼開催であるにもかかわらず、最大で1万人近くもの同時接続数を記録。2020年にボートレース業界で伝説的な配信となったボートレースコロシアムが帰ってきた。最もボートの予想がうまい船剣士を決める回収率勝負。今回は予選 A、B、敗者復活戦、決勝リーグの4つのステージに分かれている長期決戦バトル。予選 A が終わり、この5名のチャレンジャーが決勝リーグへの出場権と予選突破賞金10万円を手にした。予選 B では新たに17名のチャレンジャーが競い合い、回収率上位5名が同じく決勝リーグへの切符と賞金10万円を手にすることができる。予選 B の開催期間は6月8日から7月27日の約2ヶ月間の戦いとなっており、各出演者には予選 A と同じく計48レース戦ってもらう。しかし予選 B のみ特別枠として、前回のコロシアム王者マリブ鈴木のみ無条件で決勝リーグへの切符が約束されている。予選 B の1節目が終わり、今回も様々なドラマ、もといハプニングが起こったわけじゃが、この動画では予選 B1 節目で起こったあらすじをダイジェストでお届けするぞい。予選 B のオープニングカードとなったのはスズムシ君 VS 中金。今回から新たに導入された心拍数ゲージ、両者の腕につけられた腕時計がチャレンジャーの心境を物語っており、少し緊張していたのか序盤は高めの数値をマーク。しかし両者はコロシアム経験者ということもあり、序盤は闘志を抑えつつ勝負に出る。第3レースに中金が闘志3000円で1万2000円の払い戻しを受けると、スズムシ君も負けじと連続的中を披露。5、6、7レースとリズムよくプラスを作り、終盤戦まで両者どっちも引かない攻防を見せる。そして迎えた12レース。どちらも初戦は気持ちよくプラスにして帰りたい。両者2万円を超える勝負に出たが、果たして結果は？いかない、いけない。いいよ、いいよ。結果と。綺麗に、綺麗に3を包み込みながら。結果止まっ、そう、2はいらん、並んでる、並んでる、あー、バウンティーした。2はいらん、2はあえて切ってんだ。いやー、これは厳しい。ダメ、来るんだ、来るんだったら4、来るんだ。さっきと同じことして。1、2はない、1、2はない、1、4、2とかはある。1、4、2とか、綺麗に2がない。うち、いやー、ダメだ、これはもう2だ。逆に3だ。うわー、もうないって、そこは1、3にまで戻ってこい。秋山、スーパーターン、4が何とかしてくれ。3、4しかない。頼む、あー、でも厳しい。どんどん離れていく。あでもこれ4を絞ったら、4を2が絞ったら、秋山さんの出番、上逃げる、スーパーターン、やられろ。いや、まだある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 、とにかく、で、後ろがもう完全にないから、1、2、3か1、3、2の争い。やべ、なんか俺がエアみたいな数値になってるぞ。なんでこんな低いんだ。2、やめて、もう無理か。よし、秋山、スーパーターン、スーパーターン、これありますよ。実際にあるよ。いや、ないだろう。いや、かかってます。かかってない。
2はさ、いや、かかってんじゃないですか、これ。ギリだね。いや、2はないのよ、2つってんのよ。どうする、どうする。いやー、これかかってねえな。あー、うわー、うわー、やめてー。いやー、厳しい、これは無理だか。いやー、これは合わさっちゃってる。いやー、これ逆にダメなのよ、このちょっと出てるパターンは一番ダメ。出せないんだよ、これだと。秋山逃げる。差し場がないか。よーし、秋山秋山マジで愛してる。マジで秋山超絶愛してる。マジで、さすがだ。すげー、よし、これはすごい。6800円いきました。マジっすか。なんと鈴虫くん集まりしたところが見事的中。これにより回収率は 140% を超え、予選 B 突破に大きなリードを作り、1日目の配信が終了した。予選 B1 節目、2日目のカードは星野歩美 VS まくる三好。はたから見たらまるで病院にいる患者と看護師のような組み合わせ。多くの視聴者が2人の心拍数が異常な数値が出ないかと違う意味でハラハラしつつも、序盤からコロシアム初登場星野歩美が経験の差を生かした船剣を披露。あれ、これ4行きそうな気配はあるから。ちょっと足りないかな。もう1、2、2、1で刺さった。刺さってないですか。刺さってるよ。刺さってますよね。いや、で2、1がいい。刺さってる。刺さってるな。これ結構どうでしょうか。6以外ならでもね、分かる。いや、おお、当たりや、当たったから。これはすごい。しかも割と配当あるぞ。めっちゃドキドキする。めっちゃドキドキする。いきなり来ちゃった。あれ、ボートってやっぱ長年やってると簡単になるんですかね。簡単じゃないっすよ。河合さんやめて。これはでも21でさらっと言ってましたからね、はい、2位当てよかったんじゃないのって、ね、はい、幸さんがみたいな話は、うん、言ってました。まだちょっと、でも3が攻めてきてますからね。カイさん、ほんまやめて。大丈夫、大丈夫、全然。いや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 、ちょ、何年やってるんですか。何年やってるんですか。これで逆転するわけないでしょ。いや、怖からん、もう。いいじゃない、美味しい振りみたいにしないでくださいよ。皆さん、初登場で1レース目に 2-1 で仕留められる演者さんが今までいましたか。もうやめてください、もうやめて。2-1 って意外と難しい目ですよ。あ、2-1 は全部一緒です。2-1は全部、はい、おめでとうございます。素晴らしい。よかった、嬉しい。素晴らしい。嬉しい。琵琶湖のモーターが6月から新しくなり、予想がかなり難しい状況の中、見事低投資で1万円近い払い戻しを受けた星野歩美。しかしコロシアム経験者として負けるわけにはいかない。三好も負けじとベテランの意地を見せる。うまくやればいくんじゃないの。ほら入った。ほら、ほら、本当だ。刺さってます。刺さってます。3と6しかいない。こっからね、こっからよ。三好さん刺さってますけど、こっからが頑張りどころなの。コレちゃんじゃないとダメ。そうなの。うまいことやってみる。コレサーさん、よし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 、コレサーさん、よし、持ってる持ってる、よし、すごい。これでも、あ、2位ちゃったらいいんか。1、2位やったらめちゃスカリ。そう、1、2位やったらちょっと油断しないで。はい。でも私3もあるんです。絶対油断しちゃダメ。私3もあるんです。あ、3がいる。私3もあるんです。よいしょよいしょ、6ですね。これは6だろう。よっしゃ、素晴らしいな。こっちとら2点しか持ってないんだから素晴らしい。え、素晴らしい。あ、来てる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 、やばいやばい、3もある。吉さん、これ大丈夫ですか。3やばいっす、やばいっすよ。大丈夫、ちょっと合わされてませんか。大丈夫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 か。大丈夫。やばい、心拍数上がる。これ吉さん100超えてますあれすごい、100超えた。吉さん生きてる。俺は生を感じています。ほら、大丈夫だろ。大丈夫。よし、下げよう下げよう。え、ちょっと待って、でも私大丈夫。106いってる、106いってる喜んでるけど、多分あれですよね。これ112ぐらいまでいってる。ついたんでしょう。
よし、三好さん的中、そして星野さんも的中、おめでとうございます。よかった。心拍数も程よく上がり、的中も拾った三好だったが、その後星野、三好ともに不的中が続き、見せ場はなく終了。最終的に三好は回収率 80.5%、 星野は 41.3% となり、2日目の配信が終了した。この日の対戦は前回コロシアム王者マリブ鈴木 VS シト君。朝の MC は久しぶりに江戸瀬骨が担当となったが、ここであるハプニングが。絶対王者マリブ鈴木、王者いるの？あ、お、え？あ、王者。はい、こちら王者です。あ、王者。あ、これ王者ですか。はい、王者さんです。はい。ミス王者じゃなくて。はい、ということでですね。マリブ鈴木バーサス。王者どこだよ。対戦相手どこだよ、俺の。俺これと戦うのか、今日。そうだよ、今日はこれと戦うんだよ。こいつ時計までつけてるぞ。なんと、マリブ鈴木がまさかの遅刻。いや、非常識な L を披露し、王者がピットインするまでトロフィーが代役として出ることに。その後、1レースには間に合ったマリブだが、終始申し訳なさそうな雰囲気でコロシアム初戦を迎える。大変申し訳ございませんでした。あれ、そんな低い、腰低くないですか。いや、王者としていろんなシミュレーションしてたんですよ。はい、あ、もうとても一番偉そうに言えないことをやってしまいました。そんな腰低くて、ね、この日の首都くんは買い目を絞り、的中は捨てて回収率だけを狙う作戦に。冷静さを装っていたポーカーフェイス首都くんだが、コロシアムの新システム心拍数メーターは嘘をつかなかった。2が直間まだ危ない、直間とかやめてね。さあ行ってみよう。よし、とりあえず差しで伸びる伸びる伸びる。やばい、2がかかっちゃうと際どいよ。あるよ、あるよ。3-1になってくれたらいいんだけど、3-2はしんどいな。あー、3-2しんどい。3-2はしんどいのよ。でも2は挟まれてるから辛い。あー、行かせて刺す。うまい。うまい。あ、こうなってくれたらいい。2と6があり、争う分には。6だるい、6だるい。あー、やばい。6だるい。6が難しいから、2の方がいいな。西川選手だか。西川選手の方がよくねっていう。いや、でもこれならどうだろう。1がやり合って張って、うわ、だるいとこ行ったな。あー、やられる。あー、マジかー。そうなる。3-6で2だ。まだまだワンチャンス、ワンチャンス。これ1と2の競り合いがだいぶ分割れそうなんですよね。そうですね、2の方がいいんだよ。てか1は信用できなかったんだよな。3-6からであればだったわ。うわー、もうこれも道中無理だわ。無理だね。あそこにいたら無理だよ。マジかー。あ、1悪くないんじゃない。あれ、いやー、ちょっと微妙だね。あら、あ、ちょっとバウンティーしたよ。いいよ。いや、でもなんか2がすごい5を意識した立ち回りしたから、これでもね、させないんだよ彼。でも2の方が出てるな。確かにこれ、あの外側から、外でちゃんとやってくれればいい。外側からあんまり。これなら、これなら面白い。あ、あ、5が邪魔。いや、いった。あ、いった。よーし、よし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 、ひとまずかな。いい展開。あー、ラッキー。これはラッキー。これはラッキー。オッケー。自力だけでは無理かと思われたけど。何消したい。あざす。俺も当たりました。当たった。私も当たりました。お、3000円はでかいな、これ。3000円。でもこれね、落ち下がってるんですよ。だからあんまり興奮できなかったんで、心拍数もほらあんまり上がって、上がってる！上がってる！びっくりした。めちゃくちゃクールムってるけど、めっちゃ上がってるじゃん。もう一高いよ。下く教室上がってる。めちゃくちゃダサいんだけど。お、めちゃくちゃ内心バクバクだぜ。落ちすぎみたいな。ちょっと下がってるね。まあ下がっちゃったんだよ、別に。10だよ今。恥ずかしい。5万円近い払い戻しを受け、大きなアドバンテージを作ったが、その後シト君、マリブともに大きな見せ場はなく、最終的にシト君は回収率 80.3% に対して、マリブ鈴木は 26.9% となり、3日目の配信が終了した。
4日目の対戦はコロシアム初登場シーサー VS 平山のバトルのはずじゃったが、この日は当日に平山が体調不良のため急遽お休みに。そのためこの日は急遽シト君が代役として出演することに。ちなみにこの日のシト君の成績はコロシアム自身の成績に反映されないこととなっておるぞい。実質ほぼ一人の戦いとなったシーサー、なかなか的中も大きな払い戻しもなく厳しい戦いが続いたが、ようやく11レースに待望の的中を披露。しかし最終レースは残念ながら外れてしまい、最終的にシーサーは 46.7% という回収率となった。また今回お休みとなった平山は7月8日の出演にリスケとなったぞい。5日目の対戦は鬼 D1 VS コロシアム初登場スーナカ。異例となるこの組み合わせに多くの視聴を集める。序盤は両者新モーター新ボートということもあり苦戦を強いられたが、勝負が動いたのは第6レース。あ、大丈夫だな。ちょっと山村さん大丈夫？いや大丈夫じゃないですか。止まりましたね、4問ね。誰もわかりませんね。はい、差し押し。2位行ってくれた。ラッキー。ラッキーだ。来い、1番2。一応2だ。もういいよ。ちょっと待って、頭大丈夫。4-1やめて。あー、やめて。締めて、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 危ない、危ない、危ない。須藤選手、そんないい。いいから。いや、今山室さんじゃなかったら危なかったな。これはもらった。これはできただろ、さすがに。これは大丈夫じゃないか。ちょっと6はいいよ。これで持ってないですね、あのね、6はね。1-2-1-3の6あるんだけど、14の6ないから。もういい、もういい、これちょっと引こうか。一回取ろうか。あの1悪いな、それ2大丈夫、それ。あ、そこでいい。あ、これなら大丈夫。これなら大丈夫。ちっちゃく待って。あ、オッケーオッケー。危ない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 。外開こう、外開こう。俺も2しかないんやから。外開こう、外開こう、外開こう。俺1-2-1-3の6持ってて14の6持ってないの、マジクソだぞこれ。これちょっと怖いぞ。これ外れるとただのお笑いになっちゃいますよ。森下選手の方が上手いからな。森下選手でも無理してないな。よしよし、オッケー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 。あ、あー、ダメ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 、やめて。なんで1-2-1-3-6持ってんのに。ドキドキ、楽にさせてくんないんだよ。本当だよ。これもうちょっと強めに握ってくれ。強めに。怖い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 。大丈夫。危ない危ない危ない。3とゼロ。6は3とゼロ。6は3とゼロ。大丈夫？大丈夫ね。危ない。危ない。いやいや。危ない。よかったよかったよかった。オッケー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 。攻略したと。はいはい。あ、危ない、回収率がついた。ということでお二人とも選手を目指します。よしよし。仲良く両者的中を披露し、ここから反撃ののろしをと行きたいところじゃったが。その後は残念ながら両者不適中が続き、最終的に1位は 15.9%、 数中は 51.5% となり、5日目の配信が終了した。1節目最終日の対戦カードは土屋幸弘 VS 有望。両者コロシアムは初参戦だが、ボート経験豊富な両者ということもあり、的中という見せ場を作り続けた。しかしなかなか大きな配当を得られずに苦戦を強いられ、思うように回収率を上げることができない。そして最終レースの優勝戦、どちらもこの12レースが勝負レースと見定め、渾身の買い目と金額を発表。当たれば今後の勝負でかなり有利に働く大事な一戦。果たして2人はこの勝負レースで当てることができるのか。あ、でも伸び返すな。伸び返す、さすが、さすが中山選手。ただ差し構え。おお、決まらない、決まるな、決まるな、決まるな。いや、決まらない。残してくれ。あ、まくり切ってもいい。あ、まだ残ってる。いや、残ってる残ってる。2マークわかんないよ。これ2マークわかんないね。1、2はやめてくれ。2が邪魔になる。あ、先に回る。あ、浮いた、浮いた、飛ぶな。はい、1、3、2。それなら1、3、6でいいや。うわ、今度2が。これ澤さん助かってる。はい、助かってる。1、3来た。1、3来た。1、3来た。6の方が高いですよね。1、3、6の方が高いです。はい、36だと、ゆうごうさん、しかも集まりのところ僕5000貼ってます。はい、あ、
おい来てる、これ来てる、これ来てるぞ、これ来てるぞ、これ来てるぞ、高いとこ来る。土屋さんも心拍数が100を超えた。わかりやすい2人組だよ。わかりやすいぞこの2人。頼む、もう136で決着してくれ。これ秋山さん抜くまであるからね。そうそう、抜かれるとこも、そうです、それが怖い。抜かれるとこも、はい、ここは土屋選手に頑張ってもらうしかない。1600のうち、この、はい、1600人のうちこの人にだけは追われたくないランキング第1位ですよね、はい、間違いない。秋山さんもうできてるでしょこれ、はい、このままでいいでしょう。このにだけは追走されたくない、はい、イエス、でも大丈夫か、よし、はい、これは集まり、ナイスね、えリプレイを見てるような相当際どかったよあれ。いや136、さすが秋山さん。そしてお二方、はい、さすがです、ありがとうございます。よし、ちょっとこれね、はい、見事両者的中を射止め、有望は一撃6万7500円の払い戻しを受けた。最終的に土屋は回収率 61.8%、 そして有望は 141% となり、予選 B1 節目の全日程が終了した。ついに予選 B の火蓋が切って落とされたコロシアム。17名のチャレンジャーの中から決勝リーグへ行けるのは上位5名とマリブ・鈴木のみ。そんな船剣士たちの熱き戦いはまだまだ続きます。次回放送予定は6月18日金曜日朝10時から。お見逃しなく。